OK です。はい、10月から FM 大阪でソエンジの音楽堂という歌が始まりまして、そこで、リスナーさんから、メッセージをいただいて、そのメッセージをもとに歌を作るというコーナーができました。そして1週目はですね、まだメッセージ来てませんでしたので、ディレクターさんからの、ディレクターさんの昔のお話をですね聞きまして、それをもとに歌にしました。初披露はここになりますので、こちら聞いていただきたいと思います。メッセージをご紹介します。学生時代の話です。当時私は高校時代から付き合っていた人がいました。彼女はキティちゃん好きで、私と一緒にいると美女と野獣と言われるくらいの美人でした。出会いは部活の交流大会、2人とも実行委員だったので大会運営を行っており、その時に彼女から告白され付き合うようになったのです。高校を卒業し、私はラジオディレクターを目指すために専門学校に、彼女はサンリオに就職をするべく大学へと進みましたが、交際は続いていました。ある時デートをしていても、どこか上の空、風邪をひいているからキスはしないでと言われました。ねえ、何やったんやろね。違和感を感じてはいたが何も聞かずで、その日は別れました。その1週間後、彼女から電話で別れてくださいと言われたのです。はい、理由を聞くと、最近サンリオで働く人にサンリオに就職をするためにいろいろと話を聞いていて、会うたびにだんだんと惹かれていたそうで、自分の思いを伝えるかどうかは分からないけど、このまま私とは付き合えないと言われてしまいました。3年付き合ってきた彼女、結局私は彼女の好きなキティちゃんには勝てなかったのです。これが俗に言う、私で言うキティちゃんに振られた事件の全容ですということでございまして、これをもとにいろいろ作ってみました。で、このディレクターさんはまずコーヒーをよく飲みはるんでね、これを歌詞に入れまして、で、キティちゃんといえばリボンですね。で、リボンも歌詞に入れました。そしてキティちゃんは、身長がリンゴ、6個分かな。で、体重がリンゴ3個分だそうでございますので、リンゴというのも入れました。で、結局ね、これ、ね、同い年で同級生で付き合ってて、結局別れたのは、結局女性の方がね、先に成長するんですね。精神年齢が全然上なんですよ。ですので、多分ね、就職先の大人に、惚れていったかなと思うんで、最後の、サビの時は、あの時僕は分からなかった、あなたが先に大人になっただけという歌詞で、締めております。ということで、長々お話しましたが最後でございます。これを元に作った歌です。聴いてください。
事件の音でした。ありがとうございました。